ウェファチャンピオンズリーグ欧州 CL 最新入水。テルの予想スタメンは、ウェファチャンピオンズリー、CL 準々決勝のセカンドレグ、インテル対ベンヒカが現地、間19日にスタディオ・ジゼッペ・メアッツ、で行われる、ベスト4進出をかけた一戦に、旗。て両チームは、のようなメンバーで臨むの。ローカまずは、ホームのインテルのスタメン。 予想する。欧州クレルを見るならワウワウ。加入月は視聴料。無料 .tvpc アプリで視聴可能インテルは CL 準々決。のファーストレグで2例の勝利を収めたが、直近の公式戦後。ゴーの戦績は1勝2分け2敗。勝利したのは11日に行われ。ベンフィカ戦のみと、調子を落としている。イタリアメディア。 フットボールイタリア。夜と、ミラン・シュクリニアルとステファ。デフライが前日練習を欠席、シュクリに。ルは欠場がほぼ確実、デフライはベンチュー可能も、先発は難しいだろうと予想されている。さらに、前日練習でアンドレオナナとマル。ロブロゾビッチが衝突したという、ダニ。ロダン・ブロージオとロメルルカが中。 に入ったことで騒動は収まったようだが、ち。無状況は、とは言えないだろう。スタメン。以下を予想する。ゴールキーパーはナ七、最終ラインは間。オダルミアン・フランチェスコ・アチェル。アレッサンドロ・バストニの3バックをよ。する。その両脇を、デンゼル・ダン・フリースト。エデリコ・ディ・マルコが固めるだろう。中盤。アンカーにブロゾビッチが入り。 イインサイハーフはニコロバレッラとヘンリクム。タリアンが務めると予想する。そして2トップ。エディン・ジェコとラウタロ・マルティネ。が濃厚だろう、ルカクはファーストレグ同様、ベンチスタ。とになると予想する。ジページ・リンテルのよ。フォーメーション関連記事。